の。よいしょ。ちょっとお名前、お名前、はい。松田君。佐藤先生。あ、佐藤君。はい、お願いします。松田。松田。先輩なんですよ。そう。よいしょ。うわ。はい。うわ。あ、すげえ。ナイスボー。よいしょ。よいしょ。ビタ止めしてる。ビタ止めしてる。ビタ。いいビタ止め。マジか。ビタ止めしてもらおう。あの、お名前お願いします。土屋君。あ、土屋君、よろしくお願いします。お願いします。おい。おお。いいね、いいね、いいね。おお。キャプテン誰、キャプテン。キャプテン。オッケー、よろしくね。キャプテン、お名前は？土屋君。あ、土屋君。同じ誕生日で同じ病院で生まれました。で、名字も？土屋。土屋君、はい。すごいな。双子じゃないよね。双子じゃない。オッケー、オッケー。キャプテン、キャプテンね。オッケー。キャプテン行こう。はい。キャプテン行こう。おお。おお、すごい。監督、この二人が投げてくるんですね。ちょっと怖いっすね。やばいやばい。おー、完璧。今のやばいな。今のやばいね。おーい、おーい。よいしょ。わー、やってるやってる。やばいやばい、マジで。マジかよ。おー、いいね。松田力斗くん、よし。どこで長身で身長何センチ？183って強豪校に一応進学するということでね、今回1番バッターユーポン、そして2番バッター翔平 TV、 そして3番バッター俺、ちょっとガッツリ1打席だけですじゃあやりていきましょう。お願いします。じゃあいただきます。ご覧ください。インプットの力うまいね。おー、かっこいい。頑張ってユーポン。130キロ、140キロぐらい投げてくるピッチャーですけど、それも公式で当てたら勝ちということにしていきます。ユーパー当てたら勝ちで、当てたら前飛んだら勝ちにしましょうか。さあユーパー行こうか。ユーパー、さあユーパー頑張れ頑張れ、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 あ
はい、はい、バッチリ。久保さん、またランナー2塁。やばいっすね、これ。ちょっと、あいつめっちゃいいバッティングしちゃった。いいバッティングしちゃった、今。すごい、流すっすね。最高っす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 。クラクさんがカメラやってる珍しい映像。結構も結構も183cm から長身から投げ下ろされまっすぐと、あれはフォークボールもあるのかな、あります。最後あれ何だったのか、最後カップ、最後カップで、そうそう、で必死にこう当てに行ったっていうちょっといいボールだわ、ちょっといいボールだわ、大丈夫、手ごわいっす、何もしてない、手ごわかった。翔平 TV 初めて見たんだけど、俺あんな打球めっちゃいい球、いい打球流すの初めてです。でも思った、本当にいけるって引っ張ろうと思ったら、あれ金属バットのおかげよな、ちょっと俺完全に三振打たんのね、いや首振ってスライダーだったから意外にこうなんかね、あのクレバーというか、あのちゃんとこう打ち取るための道筋が立ってたんでね、もうこの子ね、高校に行っても頑張ってほしいと思いますので、じゃあちょっと夢は、はい、目標は高校の目標は、はい、甲子園優勝です。もう高校に行きますね、もう高校、よし、はい、じゃあ頑張って、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、盛り上げろこっちで、うおー、ナイスボー、早っ、ナイスボー、ナイスボよろしくお願いします。それでは、アイシャー。
翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。